自動車文化とは何かというのはすごく幅広いですよね。自動車文化の幅というのは車というのは、工業製品の中では、最も美しい工業製品の一つだと思いますけれども、その車の形の美しさ、それを愛するというのもカルチャーでしょうし、と同時にその車は、自分でドライブすることもできる、人間が運転することもできるわけですね。でそういったその人間の能力を超えたハイパフォーマンスのマシンを操るっていう、カーカルチャーの一つだと思いますし、あと、世界中にはたくさんの個性的な車があります。あるいはそれには長い歴史があります。でそういった車たちを例えばコレクションするっていうのがね、このカーカルチャーの大事な側面だと思います。でしかも、その車を例えばチューニングパーツをつけてパフォーマンスを上げたりとか、あるいはセッティングを変えて車の動きを変えたりとか、そういったこともね、車を楽しむ文化の一つですから、カーカルチャーっていうのは本当にいろんな側面を持っています。グランツーリスモ7っていうのはやっぱり総合的なタイトルなんですね。でいろんな遊び方が考えられる、速く走る、車を集める、リバリエーターでリバリーをデザインする、あるいは写真を撮る、いろんな遊び方ができます。でそれら全てがカーライフなんです。